皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は英雄伝説千の奇跡1回トールズミリタリーアカデミー1204のファミ通紹介をしていきたいと思います。千の奇跡シリーズの第一作がよみがえります。2018年にプレイステーション4で発売された同名作がスイッチに移植されます。本作はエレボニア帝国を舞台に、士官学院生リン・シュバルツァーと7組の波乱に満ちた学院生活を描く千の奇跡シリーズ第1作です。好みに合わせて速度を切り替えることでスムーズなプレイを可能にする高速スキップモードを搭載しています。スピード切り替えで快適に。高速スキップモードではイベントやフィールドは2倍速、戦闘は4倍速に切り替えられます。よりスムーズにゲームプレイが楽しめます。販売されたダウンロードコンテンツがすべて遊べます。過去に多機種で販売されたダウンロードコンテンツをすべて収録して、最初から適用された状態でゲームがスタートします、といった感じですね。まあ、あの千の奇跡の第一作、まあ、リーンがかつてあの学院生だった頃の話ですね。というわけで今回はこの辺で、英雄伝説千の奇跡1回トールズミリタリーアカデミー1204のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。